今川義元、今川義元は、戦国時代の駿河国及び、東東海国の守護大名、戦国大名、今川氏、第十一代当主、姉妹との婚姻関係により、武田信玄や北条氏康とは、義理の兄弟にあたる、街道一のみ取りの異名を持つ東海道の広大な、地域の支配者、より親、より子制度を設けての合理的な軍事改革等の、 両国経営のみならず、外政面でも才覚を発揮して、今川氏の戦国大名への転身を成功させた。所領もするが、東と海から三河や尾張の一部にまで領土を拡大させた。戦国時代における、今川家の最盛期を築き上げるも、尾張国に侵攻した際に行われた、桶狭間の戦いで、織田信長に敗れて、毛利義勝信介に討ち取られた。 永正16年、1519年、今川氏地下の逸尾として生まれる。母は、父の性質である、中三角信種の娘、琴吹勝羅に。生まれた時はすでに後継ぎとして、同母兄の氏てる、及び彦五郎がいたために4歳で仏門に出され、駿河国富士軍、瀬古前徳寺の大元節祭に預けられた。その後、節祭と共に、県民寺に入りつにあん。 劉鷹氏のもとで得度し、聖鷹商法、戦学商法となった。さらに、節祭と共に、明神寺で、大九送球に学び学識を深めた。その後、宇治寺の命を受けて、京都から駿河に戻るが、その直後の天文五年、1536年に、宇治寺が休止する。この時点ではまだ兄の彦五郎がいたために継承権はなかったが、 彦五郎までもが宇治テルと同日に死亡したために、継承権が巡ってきた。宇治テル、彦五郎と同じことぶきカツラに諸生であることも、後押しとなり、重臣たちから原則を壊れた商法は足君であり、本流にあたる、正衣大軍、足利義春から返旗を賜り、義元と名乗った。だが、当主継承は、有力家臣の福島氏の反対で混迷化し、最終的に、福島氏は、 自家の血を引く義元のイボアに、元広江元無を党首として掲げて旗を翻した、花僧の乱。恵ぐみ元無側は、今川間に攻め寄せる、投稿生を見せたが、大元切災、岡部地勝なら義元側の家臣団の奮戦の前に、苦戦が続いた。加えて吉本が、伊豆国、静岡県伊豆半島、相模国、神奈川県西南部を領する古城主からの支援を得る。 ことに成功すると一層敗色は濃厚となり、花相上の陥落をもって、恵もとむは自害した。内乱を沈めて、家督相続を果たした吉本は、今川氏当主となり、自らに忠義を示した家臣を徴用して、支配体制を整えた。天文六年、1537年二月、宇治てる木まで高層状態にあった、海国の守護、武田信虎の娘、 上演を正室に迎え、武田氏と同盟を結ぶ、木の恵春同盟。周囲の守りを片面として行われた、木の恵春同盟の成立は、結果的に旧来の名優、春将同盟として、自らの当主継承にも助力した、北条氏綱の怒りを買ってしまい、同年同月、北条軍は、駿河国富士軍吉原に侵攻した、第一次、加藤一蘭。花荘の乱による、 内部対立を引きずったままか診断の統制が取れなかった今川軍は、北条軍に対して適切な反撃が行えず、加藤、現在の静岡県東部を奪われてしまう。吉本は、武田の援軍と連帯して、領土奪還を試みたが、花僧の乱で、恵もとむ側に組みした堀越しし、いいといった塔と海に元を置く、半義元派の武将らが吉本から離反したため、 家臣の反乱と北条氏の進行との脅撃状態に陥り、加藤は北条氏に占領されたまま長期化の予想を見せた。さらに、追い打ちをかけるがごとく、尾張国、愛知県西部の織田信秀が天文9年、1540年に三河国、愛知県東部に進行を開始した。吉本は三河に援軍を送り三河の諸行軍と連合して、天文11年、 1542年に、織田軍との一大決戦に臨むが、その猛攻の前に敗れたとされている、第一次小津坂の戦い。ただしこの戦いは、後世の創作である、可能性もあり。天文10年、1541年、苦敗を舐めさせられた、北条氏綱が死去、北条氏は氏康が家督を継いだ。高城再起によれば、 同年5月25日に海国の武田信虎は、着南の武田春信、信玄を伴い、信濃国の諏訪頼主家や村上の力与と共に、信濃作軍進行を行う、雲野平の戦い。信虎は6月4日に海域国すると、6月14日に、吉本訪問のため寸州王冠を経て、駿河へ出発するが、春信により、路地を封鎖されるクーデターが発生する。 吉本は、信虎の身柄を預かりつつ、家督を相続した晴信とも同盟関係を続け、高東合戦では武田に援軍を派遣した。苦しい状況が続く中、天文十四年、1545年、吉本は、宇治安と敵対する三内上杉県政と同盟を結び、北条氏を挟み撃ちにする策を立てた、第二次、加藤一覧。同年8月22日、 吉本と県政との同盟によって、加藤と関東方面に戦力が分断される形となった北条軍に対して、吉本は武田の援軍を得て、加藤に侵攻し、同じく関東においては、両上杉氏、上杉の政、杉と貞佐が、小学坊、足利春氏らと連合し八万の大軍で川越城を包囲した。加藤では、今川軍が北条軍を打ち破り、 関東では、上杉連合軍が川越城を包囲し続け、北条軍は、西の今川軍と東の上杉連合軍との、胸撃状態に陥り、窮地に立たされた。身体極まった宇治安は、武田晴信に仲介を頼み、吉本との交渉で、加藤の地を今川家に返還するという条件では僕、今川氏は、北条氏との争いに、実質的に勝利した。 これによりひとまず西方に安堵を得た宇治安は関東方面に戦力を集中させ、川越城の戦いにおいて苦境から一転逆転勝利を収めた。加藤の地の遺根をめぐって両者の緊張関係は続いたが、北条氏が関東方面への進行に集中していったことで徐々に両者の緊張関係は和らいでいった。一方、三河においては、 西三河の松平広忠の基準を受け、着南、竹千代、後の徳川家康を人質に迎え入れる約束を交わし、終わりの織田家の妨害を受けつつも、着実に三河勢への従属化に努めていった。この際、護送を受け負った三河田原城、愛知県田原市の国人領主、戸田康光が裏切って、竹千代を敵方の織田氏に送り届けてしまうという事件が起こった。これは、 前年に、吉本が、戸田氏の一族である戸重、戸田ふさし戸田義光の一族を滅ぼしたため、戸田宗家の当主であった安光が反乱を起こした、ものであった。これ対して吉本は、戸田宗家を武力で持って徹底的に滅ぼし、その居城であった、田原城に有力家臣である朝日梨氏を入れた。天文十七年、1548年、吉本の三河進出に、危機感を覚えた。 織田の武が進攻してくるが、吉本の軍師である摂西と、不大重臣である朝比奈康吉らを対象とした今川軍は、織田軍に対象した。第二次小津坂の戦い。天文18年、1549年に、家臣の無本で松平広忠が暗殺されると、吉本は、領主が死去して、不在となった松平家に対して支配していた西三河地域を、 今川家の領土にしようとした。着手の竹千代は、織田の人質となっていたことから、岡崎付近に向けて、今川軍を派遣した。岡崎城、現在の愛知県岡崎市家臣を送り込み、事実、明松平家の所領を領有した。松平家の支配下にあった、三河国の国人領主を、直接今川家の支配下に取り込んでいった。また、織田方の三河安城城を攻略。 現在の愛知県安城市して、織田家の勢力を事実上三河から駆逐した。これにより、継承直後から続いた西の織田氏との争いは、今川氏勝利の形で決着した。また、この折、信秀の所長氏にあたる上昇、織田信弘を捉え、人質交換によって、竹千代を奪還、実質自らの敗下とすることで、終わり進出への足がかりを着々と築いていく。 天文20年、1551年に、織田信秀が死去すると、終わりへの構成を一段と加速させる。さらに、天文22年、1553年には、暴府の定めた今川が名目録に追加法、金目録追加21条を加えたが、ここにおいて、現在の今川両国の秩序維持を行っているのは、足利将軍家ではなく、今川子そのもであることを理由に、 室町幕府が定めた守護士不入地の廃止を宣言し守護大名としての今川氏と室町幕府間に残された関係を完全に断ち切った。これは今川氏はすでに室町幕府の権威によって両国を統治する守護大名ではなく自らの実力によって両国を統治する戦国大名であることを明確に宣言したものでもあった。天文23年 1554年、弱子、今川氏真に、北条氏康の娘、早川殿を縁組し、武田氏、北条氏と互いに婚姻関係を結んで、交渉、春三国同盟を結成した。この会談は、全徳寺の解明とも呼ばれている。これにより、孝子の憂いを断った。また、法事元年、百五十五年に行われた第二次、川中島の戦いでは、 武田春信と長岡ゲ虎の仲介を行って、両者の和睦を成立させた。駿河、東東美、三河で検知も実施している。永禄元年、1558年には、支配下に置いていた松平元康をして、三河鴨軍事部長の鈴木茂鏡を攻めさせて下した。同年、吉本は宇氏真に家督を譲り隠居する。これ以後、今川氏の本国である駿河、 東東美に発給される文書の著名端しとなる。一方、吉本は新領土である文国の三河の鎮圧及び経営に集中し、それがなるとさらには、終わり政への信仰に力を注ぐこととなる。A63 年、1560年5月には、名古屋城を目指し春、縁、三二万余の軍を率いて、終わり国への侵攻を開始。 織田方に身動きを封じられた大高城、現在の名古屋市緑下井港を救うべく、大高周辺の小田方諸取りを、松平元康などに落とさせる。幸先よく前哨戦に勝利した知らせを受けて、靴掛城で待機していた本隊を、大高城に移動させる。ところが、その途上、桶狭間山,山で休息中に、小田信長の攻撃を受け、松井宗信らと共に奮戦するも、小田家家臣。 毛利義勝に、哀悼、吉本さもじと死休を奪われた。去年四十二、その後、残存した今川兵によって駿府まで連れ帰ろうと、試みられたが、首のない吉本の遺体は想像以上に、腐敗の進行が早く、三河国宝半軍に埋葬された。小田方に打ち取られた死休は、鳴海城に泊まり奮戦する吉本の重心。 岡部元信と信長との会場交渉により後に変換され、駿河に戻った。吉本の戦死により、氏真が後を継いだが、この混乱に乗じて、松平元康が西三河で自立、独立した。この動きに追従するように、東三河でも、戸田市、西郷氏などが流氾、松平氏の参加へ転属していく。このような三河の動揺が、隣国、東東に伝播すると、 生後の判別がつかない噂が飛び交い、とうとう海両内は敵味方の見極めさえ困難な疑心暗鬼の状態に陥ってしまった、円作乱。この動揺期において氏真は弱敗だったこともあり、人心掌悪の際にかけ、いい正し親ややい王連竜などを粛清することで、事態の収拾を試みたが、逆に人心の離反を加速させてしまい、家臣、黒人種の離脱が相次いだ。 多くの国人領主の支持を失い自国領内すら、まともに統治できない状態となった今川氏は、みるみるうちに衰退していき、吉本の死から9年後の A62 年、1569年、宇座真は、信玄と家康によって、駿河、唐刀身を追われ、大名としての今川家は滅亡した。駿河追放後、座根は、妻、 早川殿の実家北条家に身を寄せたが、武田、北条の同盟が復活すると、徳川家康の家臣となる。江戸期に今川氏は後家旗本として幕臣に列した。一般の認知度では、桶狭間の戦いで、織田信長に撃たれた敗将として有名である。通説では、圧倒的に有利な情勢から信長を軽んじ、明らかに血のりがないたらが狭間で安穏と休憩を、 太ったことが敗北招いたことなどが挙げられる。また、腰に乗り移動していたという史実から、起乗することができなかったと見られるようになり、さらにその理由は、幼少時に落馬した恐怖、太っていたため、図運動短足だったなど、後世に様々な俗説が創作されたことも評価を低くした。平成19年、2007年の大河ドラマ、風林火山で今川義元を演じた。 矢原ら介は役を演じるにあたって、一般にはくげかぶれで軟弱というイメージが浸透していて、桶狭間で油断して打ち取られたという結果ばかりが強調されて語られる傾向があると語っている。実際のところ、起乗せず腰に乗っていたことは、吉本は足利将軍家との親密な関係、今川家は足利将軍家の分家から特別に腰に乗ることを認められており、 むしろ貸し船の際も腰に乗ることは、その孤児という面があった。また、信長後期には、桶狭間山,山から退却する吉本が馬に乗っていたと記されており、記乗ができなかったことやその理由は、ほぼ後世の創作と考えられる。一般に、これら記述が登場するのは、江戸時代中期のものである。公家文化に精通していることに関しても、戦術の通りそれは、 素養の高さを示すものであり、決して暗具を示すものではない。内政面においては拉腕を振るったことは、資料で確認でき、天文22年、1552年には、今川が名目録の追加法を制定した。さらに商業保護や流通統制、より親より子制度による過臣団の結束強化を図るなど優れた行政改革を進めた。 朝倉隆史的は、朝倉隆史鈴く話記の中で、国持ち、一塚つか日の神手。良き手本と申すべく人として、武田晴信、織田信長、三好長慶、長岡景虎、毛利元成らと同列に評価している、続々軍書類中。近年は、桶狭間の戦いについての研究が進んだこともあり、吉本を暗具ではなく、内政、外交、軍事に優れていたものの、 悪天候などの不運により、廃止した悲劇の名称として描く作品も見られる、カエージュ、戦国外伝オケハザマ戦記、河野一郎、信長戦記など。また、今川氏が館を置いていた静岡氏は明日に当たる2017年5月19日、吉本生誕500周年の2019年に向けて、検証などを進める、今川復活宣言を発表した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。